こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。前回は、熊本城南方の岩尾城を中心とした攻防に終始、城を取って取られてを繰り返しながら島津軍を削り、最後に合戦で一掃、岩尾城も無事獲得するのであった。島津が疲弊している今、反撃ののろしが上がるのである。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ここ最近、前回のあらすじが妙な語り口調なのは何なんだろうな。ああ、なんか大河っぽい雰囲気出したいみたいよ。どこに大河っぽい要素が。あの猫はあれで満足してるみたいだから放っておきましょ。それじゃあ本編に入るけど、岩尾城防衛戦後の1563年4月、島津の兵も減ってるからいけるやろ。って感じで大村城攻めを始めたわ。岩尾城の攻防戦でだいぶ削ったからな。問題なくいけるだろ。でも実際始めてみたら、思いのほかいっぱい敵が出てきてね、出した戦力では取れそうにないから諦めることにしたわ。伊万里や平戸からも兵を出せば取れそうなんだがな。あの辺から出すとすぐに宗家が襲ってくるのよね。あいつらなんだかんだで5、6千の兵を溜め込んでるから、無視もできないのよ。動きにくいな。そんなわけで、大友さんを呼びやすい熊本城方面から攻めることにしたわ。援軍で2万も出してくれるとは、確かにこっちの方が攻めやすいな。で、人吉城近くで早速合戦開始。参戦武将はこんな感じよ。うち以外の参戦武将は強そうな人ばっかだな。まあ、大友さんの援軍が強いから大丈夫でしょ。てなわけで開戦。兵数、部隊数ともにほぼ同じだから慎重に動かないとな。とか言ってるうちにベッキーが接敵。あれ？ベッキー名前変わってる。知らないうちに改名イベント終わってたみたいね。奥の義弘対8戦は動かないみたいだな。それならさっさと中央の部隊を挟んで倒しちゃいましょ。って言ってるうちに強撃完成。このまま一気にすりつぶして。まずは一部隊撃破。今更だけど義弘隊が動いたぞ。続いて秋月さんを右翼、ベッキー改め立花隊は左翼に送って強撃を狙うわ。左翼は2部隊が連携してて強撃できそうにないぞ。困ったわね。一旦部隊を下げて様子を、と思ったけど追ってくるのね。それならもう敵の軒口を狙っちゃいましょ。敵が立花隊を止めに来たな。でも出遅れて後を追う形になってるから、完全にフリーになってるうちの殿が突っ込めば、このまま軒口を壊せそうよ。これはいけそうだな。防衛の部隊がやられたわ。でもこっちの方が早いだろ。よし、勝ったー。威風発動よー。今回は3軍獲得。人吉城までのルートが開けたみたいだな。よーし、このまま進軍よー。お、起きた。1564年2月、人吉城攻略。今回は奪還部隊も来ないみたいだな。島津もそろそろ限界が近いみたいね。と、ここで島津を一気に叩きたいところだけど、少しだけ内政タイム。金銭収入が少なくてここまであまり手を出せなかったんだけど、政策を少し追加することにしたわ。ここまで制度改新くらいしかやってなかったけど、何を入れるんだ？これよこれ。この捕虜集結制ってやつよ。なんだこれ、どういう効果なんだ？大官の獲得勲功アップと、組頭に毎月勲功が入るって効果よ。このゲーム、新しく仕官した武将は、大抵組頭からスタートなんだけど、組頭だと大名のいる本拠地の軍の管理くらいしか任せられなくて、全然使えないのよね。現状、城が増えても組頭しかいなくて、人を配置できないんだよな。せっかく猫100匹いてもほとんど腐ってるのよね。通りで一部の猫しか見ないわけだ。そこでこの捕虜集結制よ。これなら放っておいても勝手に身分が上がって、足軽対象になってるから、他の城にも配置できるってわけよ。なるほど、これを入れて初めてあの猫たちが役に立つんだな。そうなるわね。じゃあなぜもっと早く入れなかったのか。ここまで知らんかったのよ。で、話を戻して島津戦。人吉城攻略時に奪還部隊が来なかったので、多分いけるだろってことで、もう何度目かわからない大村城攻めを開始。念のため陽道代わりに大友さんに泉城攻略の援軍を出してもらったので、敵の防衛部隊はあまり来ず、攻略は順調に進みまして。無事制圧できたわ。
やっぱりこっちにも奪還部隊は来ないみたいだな。このまま勢いで南の日の江城まで落としたいところだが。そうね、そうしたいところなんだけど。ここで再び内政タイム。以前から本拠を移転したいと思っていたんだけど、この度制度改新の政策がレベル3になって、ようやく本拠を移せるようになったので、移転することにしたわ。移転先は決まってるのか？移転先はここ、熊本城よ。熊本城広いもんな。それもあるんだけど、この城、九州の真ん中にあって、九州全体を直轄で管理できるのよね。これから攻める鹿児島の方も大名直轄で管理できるんだな。それに島津戦後のことを考えても使い勝手のいい位置だと思うから、先を見越してこのタイミングで移転することにしたわ。それじゃあ話を戻して日の江城攻めよ。今回も大友さんに泉城攻めで陽動をかけてもらったわ。あわよくば泉城も取れないかなってことで、こちらからもいくつか部隊を出してるな。それと同時に本命の日の江城攻略部隊も出撃。まあ、問題なく取れるでしょ。と、思ってたんだけど、この日の江城のある島原半島、妙に細かく群が分けられてて、なかなか城にたどり着かないのよね。で、気づいた時には進行部隊が全滅。マジか。仕方ないので残った兵を絞り出しまして、再び攻略部隊を送って、8ヶ月ほどかけてようやく攻略したわ。予想外に手間取ったな。でもこれで薩摩侵攻の準備が整ったのか。いや、まだ一つ面倒くさい城が残ってるわね。これよこれ。総産地の城か。そういえばまだ残ってたんだな。肥前から島津の脅威も消えたことだし、島津攻めの際にまた背後を突かれるのも嫌だから、そろそろ潰しに行くわよ。ってことで攻略目標に設定。総攻めの際に攻められると嫌なので、大友さんに島津の牽制もやっといてもらうわ。ワンチャン泉城を取っちゃうかもしれないから、総攻めに出さない兵はこっちに回しとくか。で、一応牽制のつもりだったんだけど、大友さんが2万くらい兵を出してくれたおかげで、思った以上に本格的な攻勢になっちゃったわ。てか今までで一番でかい数がぶつかってる気がするんだが、3万対3万、確かに一番でかいかも。しかも勝てば威風中が発動するみたいだから、こりゃ頑張らないとな。といったところで、今回はこれにて終了です。次回は、おそらく対島津戦最大の合戦になるかと思います。部隊数が少なくて少々不利ですが、どうなることやら。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。